お疲れ様です。今回はドラマ横溝正史シリーズの仮面舞踏会のロケ地の特定を行ってまいりたいと思います。横溝正史シリーズというのは1977年と1978年にそれぞれシーズン1、シーズン2で放映されていたドラマでして、その枠の中で横溝正史原作の金田一耕助シリーズの小説がいくつか実写化されました。今回はその中の1978年6月3日から6月24日まで全4回で放送された仮面舞踏会という作品を取り上げたいと思います。ドラマの中身の詳細はちょっと避けるんですけれど、この作品の舞台は軽井沢になりまして、劇中でもその街中の様子がですね、結構見受けられまして、ロケが行われている様子がよくわかるんですね。ただ実際にこのロケ地の場所が軽井沢であるかどうかはわかりません。で、一通り調査が終わった後にネット上に情報があるかどうかを調べてみたんですが、全然その情報が載ってないと。で、2人ぐらいの方がですね、この作品のロケ地に関して言及していたんですけれど、特定には至っていないようだったんですね。ということで、まあ私としてはしめしめと、ネット上に情報が出回っていないんであれば、YouTube で堂々と本邦初公開と銘打って出せるなと思った次第で今回の動画を作っております。というわけで早速調査の方をしていきたいと思います。まず外のロケが行われているカットを見ていきます。一応劇中ではこれらが軽井沢の街として登場しているわけなんですが、果たして本当にここが軽井沢なのかどうか、軽井沢であれば軽井沢のどこなのか、軽井沢でなければ一体日本のどこなのかというところなんですけれど、まずですね、最初に紹介しますのはドラマの冒頭で出てくる軽井沢警察署のカットになります。これはですね、本当に当時の軽井沢警察署の外観なんですね。後ろにまず浅間山が映っているので、この時点で軽井沢付近ということが分かりますし、個人的に軽井沢には何回か足を運んでおりまして、車道沿いに軽井沢警察署があることも知っておりますので、これはすぐにピンときました。Google マップで確認しますと、今は建物自体は変わってしまっていて、背後に映る浅間山もここからでは見えないんですけれど、位置的には浅間山は存在しております。また、軽井沢警察署の昔の建物を長野県警察のサイトで拝見することができましたので、照らし合わせて見てみますと、ご覧のように同じ建物であることがわかります。したがってこれは本物の軽井沢警察署であると確信が持てます。では続いてはこのシーンを見てみます。このシーンは金田一耕助が散歩をしながら推理をしているところを登場人物と出くわすというシーンなんですけれど、ご覧のようにがっつりと外でロケが行われているんですね。で、これらのカットでわかることは、神社もしくはお寺のそばで撮影が行われたということ、参道の橋があること、そして近くに川が流れていることなんですが、ヒントがありそうで全然ヒントが見つからないんですね。神社の方を映したカットはないですし、一応奥には交通標識が見えているので、結構街中であるということはわかります。あまり金田一耕助シリーズでこういう現代的なものが映るのは逆に珍しいんですが、ただ結構ヒントがありそうでないという状況なんですね。で、奥には伊藤ハムと思われる看板があるので、肉屋が近くにあったのかということがわかりますが、これだけではさすがにヒントはなりません。このカットもほぼ同じ場所で、信号が映っていたりするとやはり街中であることがわかります。しかしながらここでもヒントは発見できませんでした。というわけで今度はここが劇中の舞台通りに軽井沢でロケをしたと仮定した上での調査をしてみます。まずは Google マップで軽井沢周辺を開いて神社と検索します。そうしますと神社が何個か出てきますので、そのすぐそばに川が流れている神社を探して、その近くのストリートビューを見て雰囲気を確かめます。そうしますと明らかに先ほど紹介したカットとは違う場所が出てきまして、他にも何箇所か見てみたんですが、やはりあの場所は軽井沢周辺の神社では見つけることはできませんでした。一応今度はお寺で検索をかけて確認してみたんですが、やはりこれもヒットしませんでした。というわけでですね、あのロケ地は軽井沢でない可能性も出てきたわけになります。では次のシーンを見てみます。このシーンでは金田一耕助と依頼者が歩いていますと、金田一が元家族の笛工事のおばあちゃんという人にですね、泥棒扱いされてしまうというかわいそうなシーンなんですが、これまた街中でロケが行われていることがわかります。このカットでは道の左側に店が並んでおりますので、商店街のような街が形成されていることがわかります。で、このカットでは金田一の後ろにドールというお店が存在しておりまして、入り口のドアや建物からしてデパートとかスーパーみたいな雰囲気があります。なのでこの周辺は商業施設が密集していて、なんとなく駅の近くでありそうな雰囲気がします。このカットが一番入ってくる情報が多いので一つずつ見ていきますが、まずは床屋さんですね。で、そのそばにフジパンの看板があるので、おそらくパン屋さんだと思います。奥にお友達と書かれた看板がありますが、これは何のお店かは判断がつきません。またさらに奥にはシルバーなんとかって書かれておりますが、これも何のお店かは不明。
そして奥には富士カラーの看板がありますので、これは写真屋さんかと思われます。といった感じでですね、個人商店が立ち並ぶような場所なんですね。そして奥に行くにつれて緩やかな下り坂になっております。でですね、画面を凝らしてみてもですね、やはり場所を特定するようなヒントはないんですね。ただですね、軽井沢にこういった場所があったかどうか思い返してみたんですが、あまりピンとは来なくてですね、70年代の軽井沢は私知らないんですが、とはいえ街の骨格はそんなに変わるとは思えないので、面影がゼロになることはないとは思います。それを踏まえても、この場所が軽井沢であるとは到底ちょっと思えないんですよね。少なくとも軽井沢駅周辺はこういった下り坂の場所はなかったはずです。なので、軽井沢でこういう商店が立ち並ぶ場所があるとしたら、まずは旧軽井沢、中軽井沢、そして北軽井沢あたりかなと思って、ストリートビューで探ってみたんですけれど、結果は空振りに終わってしまいました。で、考えてみたんですが、劇中の舞台は軽井沢であるわけですから、もう少し軽井沢とわかるものがあってもいいんじゃないかと、例えば駅とか電柱に載っている住所とか、そういうのが映ってもいいんじゃないのかと思うんですね。それなのにそういったものが一切入っていないということは、意図的に場所が特定できるものを隠しているのではないかと考えたんですね。つまりこのロケ地は軽井沢ではないから、軽井沢にないものが映らないように配慮して撮影したのではないかと、そういうような仮説も生まれてくるわけです。さっきの神社なんかもそうで、軽井沢で撮影したのであればどこの神社か分かってもいいはずなのに、特定されないようにと、そんな感じで神社の建物とかは一切映っていないわけなんですね。ただですね、軽井沢ではないとするとヒントがゼロになったようなものなので、余計にロケ地の特定が難しくなってきます。なのでこれらのシーンから考えるのは一旦諦めて別のカットを調査することにします。ただですね、これらも軽井沢以外での撮影だとすると特定が難しくなってきます。特に横溝正史シリーズのシーズン2は撮影場が京都だったとのことなので、ロケの撮影も関西方面である可能性も高くなってきます。私はあまり馴染みがないのでもっと難しくなるわけですね。ちなみにこのカットは軽井沢の別荘で事件が起きて現場に急行する金田一のシーンなんですけれど、これは軽井沢の別荘地っぽい感じはします。ただですね、こういった場所は軽井沢の至るところにあるので、木の枝は森に隠せということで、似たような場所がたくさんありすぎて特定するのは最も困難になる場所だと思います。で、こちらは田舎ののんびりした雰囲気の場所なんですが、こういった場所が現実にあったかどうかは不明で、もしかしたら映画村とか、それこそ観光地の日光江戸村みたいなところで撮影されたものかもしれません。次にこのカットなんですが、自転車に乗った金田一航介と日和警部が十字路で衝突するという、なんとも緊張が緩むシーンになるんですけれど、金田一航介って基本的にはおどろおどろしい事件ばっかりで緊張が続く感じなんですが、この作品はテレビドラマなので、やはりですね、お茶の間向けにこういったギャグシーンが入ったのかと思われますね。逆にですね、石坂浩二氏の映画版は緊張が結構続く感じであります。で、このカットは相当ヒントがあると思います。まず手前にはお好み焼きの文字がありますので、こちらはお好み焼き屋だったと思われます。そして奥にはタミヤのマークとわしなんとかと読める看板、はっきりと読めないんですが、タミヤのマークをつけたお店は大抵は模型店でございます。私もミニ四駆世代なので、子供の頃はこういう小さい模型屋に行ったりしました。というわけで、読めない漢字はおそらく模型という漢字になっておりまして、つまり和紙模型という名前の模型屋さんだったのではないでしょうか。さらにその奥は黄色と黒のゼブラ模様の柵と進入禁止の標識があるので、第4周踏切だと思われます。つまり鉄道が近くに通っているということになります。ここでやっと見つけた大ヒントは、何といっても和紙模型という名前の模型店ですね。早速ググってみたいと思います。ググってみますと、和紙模型というプラモデル屋は一発では出てきませんでした。なので現存していない可能性があります。ただですね、ツイッターでかなり有力な情報を見つけました。この藤吉田ボットさんという方がですね、和紙模型の画像をすごい探したんだけどというツイートを7年前に残しております。というわけで、もしかしたら藤吉田付近にあったのではないかと検索ワードを追加してググってみました。そうしますと、富士ファブリックファンのための富士吉田散策マップというページにたどり着きまして、富士ファブリックというのはバンドなんですけれど、このサイトが富士ファブリックの何のサイトかはいまいち分かっておりません。まあそんなことは今関係なくですね、とにかく和紙模型の情報を見つければいいわけで、ページの下の方まで行ってみますと、旧和紙模型という文字と地図のリンクが貼っておりました。なので、ちょっとこのページをクリックして、多分ですね、旧和紙模型の位置が分かるように地図を残してくれたんだと思いますが、残念ながらですね、リンク切れで地図は表示されませんでした。まあ古いページだとこういうことはよくあるんですけれど、それでも富士吉田付近に和紙模型があったという情報がだんだんと確信に変わります。では今度は Google に戻りまして、別のページを探索することにします。そうしますと、今度は月光寺駅というタイトルのページを見つけたので入ってみます。
まあ例によってこのページが何のページかわからないんですが、ページの下の方に昔和紙模型があったという有力な情報を9年近く前に残してくれている方がいました。これでですね、月光寺という駅の近くに昔和紙模型があったという情報が手に入りまして、したがって金田一耕助と日和警部が衝突した場所の映像の情報と合わせると、月光寺駅付近で線路沿いに和紙模型があったという仮説が成り立ちます。あとはですね、この周辺をストリートビューを使って見ていけばいいわけです。ちなみに月光寺というのは大月から出ている富士急行線の駅の一つで、富士山駅と下吉田駅の間にある小さな駅でございます。というわけでストリートビューを使って月光寺駅周辺を見てみたいと思います。はい、こちらが駅前になります。駅舎は最近建てられたのか近代的で小綺麗な印象があります。こうしてですね、駅前は小さなロータリーがありますが、バス停みたいなものはなさそうです。お店とかもなくて住宅街の中にある駅といった雰囲気です。で、和紙模型があった場所は線路沿いなので、とりあえず線路沿いの方面の道を進んでみたいと思います。はい、そうしますと家と家に挟まれた小さい路地に入るんですが、早速ですね、それらしき場所を発見します。金田一と日和警部がぶつかったのは十字路だったんですが、今画面で見えている場所も十字路で、道幅も雰囲気が似ております。で、ちょっと年代を変えてみますと、十字路の奥が見えまして、そこにですね、踏切が存在しています。これは言うまでもなく富士急行線の踏切になります。現在は遮断機がついているようですね。和紙模型は角にあったはずなので、多分この家が建っている場所にもともと存在していたと思われます。で、和紙模型の向かい側にはお好み焼きという看板があったんですが、今はそれはなくなって代わりに焼き鳥屋の看板があります。ただですね、このお宅が現在も焼き鳥屋として営業しているのかは分かりませんでした。で、注目したいのはこのお家の2階部分を支えている柱なんですが、拡大してみますとこんな感じですね。この柱が2本並んでいる様子と、柱とベランダのつなぎの部分の形が金田一のドラマで映っていたそれと全く一致していることが分かります。つまりこのお宅は当時から存在していて、なおかつ昔はお好み焼き屋だったことが判明します。そしてこの場所でこの映像のロケが行われたことはほぼ確定と言ってもいいと思います。航空写真で見ますとこんな感じになります。金田一と日和警部が衝突した位置が赤いバツ印の場所です。月光寺駅から本当にすぐのところだということがよくわかります。というわけで、一つのカットが月光寺ということがわかりましたので、もしかしたら他のカットもこの周辺でロケが行われたんじゃないのかという仮説のもとにですね、ストリートビューを徘徊してみたいと思います。月光寺駅を降りまして、今度はまっすぐ別の道に向かいます。そうしますとですね、こういうちょっとした商店街のような場所にたどり着くんですが、見覚えはないでしょうか。はい、こうして比較してみますとよくわかりますが、金田一耕助が泥棒扱いされたあのカットとですね、同じ場所であるということがわかります。詳しく見ていきますと、まず手前の止まれの交通標識、その後ろにある赤い丸ポスト、ドラマの方では見づらいんですが床屋さんのサインポール、そして横断歩道の白線とその上の横断歩道の交通標識、あとは奥に緩やかに下っていく坂、いろいろと一致していることがわかります。また映像では見づらいんですが、富士カラーの看板がある場所には今でも写真屋さんが存在しているようです。月光寺周辺でロケが行われたことがわかりましたので、この神社もしくはお寺のそばのシーンももしかしたら月光寺周辺ではないかと仮説が立てられます。この場所のヒントとしては、神社の近くに川が流れていることと、神社の入り口で道と川がそれぞれ別の方向に分かれていることです。月光寺周辺でそのような場所を探してみたいと思います。では例によって Google マップで月光寺駅周辺の神社を検索してみます。はい、そうしますとご覧のように結構な数の神社が見つかりまして、まあこういうのは日本の特徴だなと感じさせられます。ヒントとしましては川の近くということなんですが、これでだいぶ絞られます。そして川と道が分岐しているようなところを追加条件で見ていきますと、該当する神社があります。ご覧のように川と道が分岐していて、その近くに神社があります。神社は小室浅間神社という大きめの敷地を持っている神社のようです。早速ストリートビューで見ていきたいと思います。まず神社の入り口が映りまして、例のカットはこんな感じでしょうか。比較してみたいと思います。はい、というわけでご覧のような感じになります。両画面ともですね、右側が神社の入り口になりまして、玉垣が一致していると思います。金田一耕助がいる道と左側の川が同じようにですね、川と道が別々の方向に向かっていることがわかります。また奥に見える矢印の家が、これ塗装が異なってはいると思うんですが、同じものであると思います。また川に架かる橋も同じように今でも健在していることがわかります。
というわけでございまして、このロケ地が御室浅間神社であることが分かりました。私さっき小室浅間神社と言ったんですが、御室浅間神社という読み方が正しいそうです。そして以上のことから、ドラマ仮面舞踏会のロケ地は舞台通り軽井沢ではなく山梨県富士吉田市だったということが分かりました。今度は近いうちにですね、実際に訪れてみまして現場レポをまた行いたいと思いますので、その際は動画をご覧いただければと思います。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。